ラドドブレストブレスト停白地、またはラドドブレストは、フランス、ブルターニュにある広大な湾。面積は180キロ平方メートルになる。ブレスト海峡と呼ばれる幅1.8キロメートルの海峡によって、色ーズ海、そして大西洋と接続されている。この広大な水域は一年を通じて、航行可能である。 ブレスト海峡エスパニョール岬から眺めたラドド、ブレストの南部アルベールループ橋とイロアーズ橋ラドドブレストの付け根。ランデベネックにてラドドブレストは、水深があるため大型船舶が航行可能であり、広大な水域はロスカンベル半島によって出入り口がほぼ閉じられるため、大西洋で発生する嵐から守られている。唯一残された比較的狭い海峡は、 ブレスト海峡であり、エスパニョール岬とレオナール海岸の先端との間に当たる。ラドドブレストはいくつかの半島、いくつかの境界によって分断されている。プルガステル半島、ロゴナ半島、ランデベネック半島、現在はロング島となっているロング半島、ロスカンベル半島である。低白地の美しい風景の眺めには終わりがある。 ポルジック岬、アルモリク岬、ビンギ岬、プルニク岬、エスパニオール岬である。水中を含むラドドブレストの地形は、アントワーヌ・バシェによって、広範囲に記されている。オーヌカーカリューブの一部は、ビュルム氷河期後に海面が上昇して浸水しており、水中で蛇行しているのがわかる。ラドドブレストに流れ込んでいるすべての河川は、当時、オーヌカワの支流であった。 最後に起きた第四期の氷河期の後、小さな河川さえも川幅が広がり、水深のある河口はリアス式海岸と呼ばれた。これらは内陸部へ向けて深く貫かれた。当時の氷河温暖期に海面の上昇が連続して発生し、古代の谷の下流部分は海から侵食された。こうして、ランデルノー、ラウラ、ルフー、シャトーランは海港を持つことになった。 現在でも潮の影響がこれらの地域の位置でも感じられる。ブレストはパンフェルド入江の中で誕生した。パンフェルド川は海岸沿いの小さな河川にもかかわらず重要な喫水に役立った。徐々にブレスト港が拡大されるまで、すなわち第二訂正まではこうした状態ではなかった。リアス式海岸を克服するためインフラストラクチャーが必要であった。 1929年には、エロルン川にプルガステル橋が架けられた。そしてアルベールループ橋、ブレストとプルガステルダウラとをつなぐ、イロワーズ橋、釣り橋のテレネズ橋が、オオヌカーに架けられた。鳥が飛ぶような直線距離では、ブレストからクロゾンまでは、約20マイルである。しかしルフーまでの60キロメートルの道のりは迂回する、必要があるため、 道路で二つの町を接続する必要がある。一方、海上をつなぐ路線は、ブレストとルフレの間に存在する。上記のうち、ロング島とティビリ島はかつて島であったが、現在は人工的に地境が設けられ、半島となっている。17世紀に描かれたラドド、ブレスト過去数世紀にわたり、ブレストは重要な軍港となっている。ブレストには、現在も、 以下のような軍事施設がある。過去数百年間にわたって設けられた軍事施設や移行ポルジックトリで、エスパニョール岬、ランベオク岬、アルモリク岬、コルボー岬に多く残っている。ブレストとランイコールプルミック海軍航空基地間を往復する人々に対して新しくサービスを提供しようと、数年前から議論が行われている。当初の想定では、 公的サービスによる海軍内部での通行サービスの転換であったが、中間段階において一般人への軍所有フェリーの開放は長引くことになった。漁業はかつて港を活気づけていた。ブレストでは遠洋漁業の小さな競りが行われている。しかし、最も水揚げが多いのはコキーユド・サンジャックと呼ばれるホタテ貝で約50隻の漁船がライセンスを持って、 どうしている甲殻類に毒素があるとわかると、シーズンの間、またはシーズンの一部期間、禁漁になることがある。ラドドブレストは、広大な自然動物の生息地の配置、生物生産力と生物多様性の高度差から、かつて保護されていた。また、ヨーロッパの鳥類コミュニティの重要な場所が、含まれていた。海岸、そして、 沿岸の重要な生息地のネットワークと緑の回廊は湾の北西においては人間の活動で影響を受けていたが湾の半分がナテュラー2000に登録されていたことで正当化されていた。1991年から2005年にかけ原子力潜水艦基地に隣接するためラドドブレスト周辺の子供たちの癌の影響について調査が行われた。フィニステール県内では 白血病の影響が大きいことが分かった。軍の核施設との関連がなくとも2000年から2001年にかけ、ブレストでは特に多かった。白血病を除いたすべてのがんの影響も1999年から2004年にかけて県全体で増加していた。しかしそれは地元、ブレスト、ラドドブレストの中に限ったことではない。 ラドドブレスト内の豊かな生態性は、かつて行われた資源の搾取、重金属やトリブチル鈴、節生物材や防音塗料を含む多くの汚染物質によって減少した。これらの物質は現在は使用が禁止されているが、まだ堆積物や一部の生物の中に高い割合で残留している。2003年から2004年にかけ、 フランス海洋調査開発研究所が調査した時点で、かなりの量がラドドブレスト内にあった小型船で使用されていたジューロンとイルガロールは他のものに交換された。ラドドブレストはまた戦争後遺症の犠牲者でもある。特にラドドブレストは第一次世界大戦と第二次世界大戦において汚染された波で知られていた。意図的に海洋に廃棄された。 軍需品や不発弾といった公害の発生につながる残留物が大規模に外部に漏れ出て悪化することがあると2000年から2010年の間に専門家たちが予測していた。ありがとうございます。